ありがとうございます。今日は今日は珍しく黒色着てます。充電は 17%。 もうなんかこれ結構なんていうの、これこの髪型固定みたいになってきてる最近。もう眉ない。充電コード忘れてきました。ちゃんとパスポートだった。もうスタッフさんも先輩も総出で騙されました、さくらさんと私。だから本当に何が必要で何が必要じゃないのか分かりません。おまんま、もうありがとう。最近は時間がないは進歩率が高いんですけど、ご飯おいしい。聞いてください。上陸したら北海道でっかいとこって叫ぶ先輩探してたじゃないですか。さくらさんに言ったらやってくれそうです。でっかいとこって叫んでくれそうです。ハンバーグ付き、前もいつもより透けてる気がする。うん、薄くしたもん。頑張ったね、ありがとう。マリナ、ありがとう。でもだんだんシンポジーにちょっと慣れてきたかも。
まあ、慣れないけどちょっとね、前はシンポジって言われたらもう頭おかしくなっちゃいそうなぐらいってなってたけど、今はうんってなります。先生ありがとう。ね、あと13ポジだね。まあ。あとちょっとだね。どうもありがとうございます。充電やばいよ。充電やばい。点と生は出ません。え、嬉しい。鳥肌が立つ。そのまま鳥になっちゃえ。見てください。見てください。ロコ。あ、ちょっと似てるかも。似てるかも。プレゼントありがとうだよ。配信何分に終わるってこうかちゃんに聞かれてる。充電切れたら終わるから、まああと10分ぐらいかな。見るのかな、わかんないけど、見てて言ってるのかな。ありがとう。うん。ありがとう。
12パー。でもそういうこと？52。結局この髪型にしちゃう。結局ね。なんか公園の後にお弁当一気に食べるとめっちゃ胃が痛くなるんですよ。それ今でも分かってるけど、お腹空いたから食べちゃうけどめっちゃ胃が痛い。お疲れ様です。
ストーリー見ました、ストーリー見ました。私の京都でみおさんです。京都で、京都でとてみおさんです。めっちゃ強いでしょ。でもあれはもうミオさんのあの力加減のあれはもうもうそれなんですよ。29日12期青春はの制服の目、まあ、さやちゃんはいないんだけど一応集合ですね。え、ミキさんはそういうのない、ないと。ミオちゃん結構強い力で人叩くらしいけど、体感。え、うん、もうミオさんは力加減がちょっとおかしいのが愛ですから、もう、ベシーンがもう、ベシーンレベルなので、なんかさ、昨日さ制服の目出ないねみたいな話してたらさ、配信終わったらさ制服の目出ること知った。なんかあみんなごめんって思った。みんなごめん、めっちゃなんかサラが嘘ついたみたいになってるけど、わかんないな、そんなこと思ってる方はいないかもしれないんですけど、私もあの後知りました、出ること。本当に知らなかったですね。こんばんは。やばい、50分になったら終わりしようかな。いや、ネタバレに厳しいとかじゃなくて、普通に知らなかった。こんばんは。僕が目を出すよ、もう行こうとシートに。次は札幌です。いい加減制服の、その29日に行きな。ねえ、札幌楽しみ。え、ありがとう。もうやめて、みんなもうそれ言うのやめて、分かんなくなっちゃう。分かんなくなっちゃう。50分では充電が切れるのでバイバイしたいと思います。バイバイ。あ、やばい、ラジオ読んでなかった。ごめんなさい。13位サータン、12位サータン、11位恐竜、10位トラ、9位キャベツ T シャツ、8位サータン、7位男の子、6位ハンバーガー、5位カエル、4位男、3位トンボウサギ天使、2位松丸、1位サータ。ありがとうございます。また明日。